久保さん今回パンニャーチャンネルにしましょうかパンニャーチャンネル <laughs> コメントあるじゃないですか久保さんパンニャーチャンネルさんから <laughs> 久保さんが一番最初やってたことですねコメントするっていう <laughs> でもねパンニャーチャンネルさんもうラッキーですねこのコメントが1万個ついてたら埋もれてたかもしれないですね <laughs> 1個しかないからね <laughs> まああのー できることをやりましょうって話ですねできること、うん、できることもできないんだったらいつまでたってもできないままだと、うん、だから未来を変える方法って僕は思うんですけどできないことをできるようにする方法することだと思うんですね今まではできなかったけども、まあ、それができるようになったから未来が変わるまあそれは当たり前だと思うんですよ久保さんがいまだに動画を撮れないかったら今の未来はないですよね でででも昔ははっての時はね、できなかったわけですよで。それができるようになったから今があるわけですよね。でも一番最初って動画じゃないんですよコメントなんですよね。だからできることの延長線上でできることをやってったらできないこともできるようになってねもしくはできることを積み上げてきた結果自信となりそれができないことももしかしたらできるんじゃないかっていうきっかけになったりとかね。だだからなな。んろう 人生を変えるって難しいいことじゃないんですよすすよごくシンプルですできることをとにかくうんまあここが難しいのかもしれないですねできることを徹底的にやるっていう徹底的に <laughs> 徹底的にやるっていうのが多分できないのかもしれないですねでもそれはね僕はね気持ち次第だと思うんですよねうんだってできないことをやるっていうのは まあ難しかったり不可能だったりとかね無理っていうのもあるじゃないですかだってできないんだからうんだけどできることはできるわけですからじゃあそれを愚直に凡事徹底してや,るやっていくっていうのはほんとここの気持ち次第かなと思いますねでもその気持ちも結局はできることを積み上げていくとその気持ちは向上するしうんじゃあなんでその気持ちがないのかその精神がないのか 折れないメンタルというかねそれ強いメンタルがないのかっていうとできることすらやってないからメンタルつかないですよねだってできることもやらない人がねどうやってメンタル強くするんですかっていう話でそれは難しいですよねうんだど、やっぱねあのー、みんな自信はないしみんな不確定要素なんですよだけどその中であのー、俺はこんだけやったぞっていう 自分のエンジンというかね、まあ、少なくとも僕は絶対って言い切れたりとかするんですけどもそれは何で言い切れるのかっていうとこれはねそもそも正義さんがねある講演で、まあ、多分会場に何千人いたと思うんですけどもこの会場に来てる君たちより物理的に僕より勉強すできるやつはいないと。 絶対いないと言い切ってたんですよねめちゃくちゃ勉強したとご飯食ってる時も風呂入ってる時もずっと教科書歩いてる時も教科書もう教科書を読みながら飯食ってなんか鼻に当たるとかねなんか言ってましたけどまあ、とりあえずとにかくもう絶対俺を超える勉強量を勉強量をしたやつはああ現れないしいないと物理的に無理だみたいな声を言ってるんですよ うーんでもそれってうーんそれを言えるか言えないかってやるかやらないかだしやってきたかやってきたかないかだし僕と久保さんが絶対的なところを言えることがあるわけですよそれは何でかっていうと人よりやってるからですなおかつ今もですねやってきたではなくやってきたし今もやってるっていうねだから自信があるし。 うん、そうとにかくそのやらなくて自信もつかないしなんだろうな,、うん、な多くの人はやっぱねうんやらないけど勝手に不安を増殖させるというか。 やったらな,なんだろうなこれなんかちょっと難しいんですけどやってうまくいくのかなという不安を増殖させるわけですよでも逆を言うとこのままやらなかった俺の人生何も変わらないなという不安は増殖させないんですよねだから結局やってもやらなくても不安は一緒なんですよえそうじゃないですか何もやらなかった何も変わらないんです当たり前ですけど じゃあ何もやらなかったらこのままだなっていう不安はどこにいったんですかっていう話ででもこっちを増殖させるわけですよでもこっちってやってみないと分かんないじゃないですかでもこれはこっちの不安っていうのは確実ですだって何も変えなかったら何も変わらないんで絶対的な確実なんですよでこっちはあのかなんかその絶対ではないですよね要は結果が出るかもしれないですよでもこっちはやらなかったら絶対結果出ないんですよ だけどこっちをこっちの不安を増殖させるわけですよ。いやいや,いやと。いやいやと。こっちをあの考えた方がいいんじゃないかなと僕は思うわけですよ。やらなくてどうやって人生変えるのっていうそっちの不安ね。を大きくして前進にすればいいんじゃないかなと思いますね。だ常に僕は、まあ、やらなかったら未来はないと。 常にそう思ってますから逆に言うとやらないままの自分であるならば何も変わらないだろうしだらやらないことに不安を感じる逆に多く,の多くの人はやったその先の不安なんですよで僕はやらないことに対して不安ですよねだって包丁をねどんなにすごい包丁を手に入れ,て入れ,手に入れたとしてもですよそれ本当と研がなかったら錆びてきますからねでそうじゃないですかこれも事実ですよね 錆びますよね車も錆びるじゃないですか車も錆びていきますよね鉄どうすかメンテナンスしないと錆びてんもうどん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 劣化していくわけじゃないですかだからそれはスキルとかもまあ年齢とかもね劣化していくわけですけど全部劣化していくわけですよだから常にこうメンテナンスプラスもう常にやるっていうのが当たり前うんそのなんだ飯を食ってしょんべんするとかそのしょんべんするというメンテナンスですよね 飯食って飲み物飲んでしょんべんしするというメンテナンスじゃなかったら死にますようんこしなかったら死にますよ全部メンテナンス循環してるわけじゃないですか風邪ひいて熱出たら汗かくとかね循環してるわけですよねうんだからどこに不安をねあの見出すかっていうことでもすごく人生は大きく変わっていくんじゃないかなと思いますただ多くの人は事実に対しての不安はね大きくしなくて これからやろうとしていることに対して不安を大きくする。うん。まあ、矢沢永吉さんがね、やっちゃえばええじゃんと。俺はやる人生だと。まあ、確かにやったらいろいろあるかもしれないけど、まあ、やる人生の方が俺はいいと。やらないよりかはね。なんか僕、好きなのあるんですけど、日産の CM で。うん。まあ、そんな感じですね。やっちゃえ。やっちゃえ、日産ですよ。そう。とにかくやっちゃえと。 うん、でもやらなかったら何も変わらないという,うでこの話をするとねじゃあやったら稼げる保証はしてくれるんですかとバカかといつまで言うんだとそれをね <laughs> <laughs> じゃあやらずしてやらずして未来を変える保証をできますよこれできますこ,れここならできますよ何も挑戦しない何もやらない何も変えないそれで、えー、変わらないという保証はできます 変変わわらららなないいいよねっていう大丈夫変わらないから、うん、何も変わらない OK 保証できるよとだってやらないんでしょ変えないんでしょ、うん、変わらない保証できるよっていう <laughs> そこは保証できます、うん、じゃあそこの保証がある変えないことをやりますか保証ありますよ自分が何も行動しなければね何もやらなければね何も変わらないという保証ありますよその保証でいきますかどっちの保証でいきますかそれはあなた次第ですねいってらっしゃい